はい、皆さんどうもこんにちは、ゆのと申します。よろしくお願いいたします。今回もですね、オーバークック2で遊んでいきたいと思います。なんか前回あの王冠かぶった玉ねぎみたいなおじいさんにすげえひどいな、何をグズグズしているって考えてたよ。そんなことある？こっち急に召集されて急に料理作れって言われて、なんかよくわかんないパンとゾンビ足して2で割ったみたいなやつとすげえ戦ったのに、そんなことある？びっくりした今、ひどいな。いやまあ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 、なんか料理作る修行に出ろって言われたから行くけどさ、ストーリー上何だったんだろう、びっくりした今。そんなかわいそうなことある？なんかこっち急に言われてさ、言うこと聞いてただけなのに、ちょかわいすぎる気がするわ。お給料いいのかな？いやまあ別にいいけどさ、刺身新しいレシピって書いてる。確かにサラダしか作ったことないもん。いや順番すごくない？サラダ行って次刺身行くの、どういうあれ、わかんないけど。でもこれ魚さばくのか。はぁ、よくできてんな。でお魚とエビの2種類あるから、左上のなんか注文みたいなところが魚からこれ順番あんのかな、わかんないけど左から順番に行ってるけど、もうお皿に乗せて出して、あいいねいいね。で今エビちゃんはやってくれてるから、もう一個魚行って、でその間に終わってたから乗せえいや今絶対落下したよね、今絶対なんかちょっと地面に落下したよね。いやいやいいの、それいいの、いや絶対ダメくない、しかも間違ってエビ取っちゃった。まあいいや、いやそれ以上にさっきのいいのかな、一体床にフンってなっちゃったけど、それだけ劇的に気になるんだけど、大丈夫なのかな。いやまあこっちはいいけどさ、あれ大丈夫、皿がない、お皿がない。あーそういうのも自分でやんないとダメなのか、え大変じゃない、お皿ぐらい用意しといてくれよ。マジか、ここ人少なすぎない、絶対2人で足んないよこれさ。実際はさ、切る人いてさ、お皿に持ってさ運ぶ人いてさとかさ、絶対最低でも3人じゃない、これはお皿係とする係とみたいな、絶対いるだろう。しかも効率悪いな、これ何が正解なんだろう。なんか切るは切るで、お皿用意するは用意するで分けた方がいいのかな。まあでもエビちゃん来ちゃったからな、勝手になんか魚の人とエビの人で分けちゃったから仕方がない、もう持っていこう。とにかく持って、ああ、そうか。運んだついでに皿セッティングすればいいのか。あ、賢い、賢い。自分で言うのもなんですが。賢い、賢い。そういうこと、なんで？なんで絶対ちょっとエビちゃん落としてるんだろう。ちょっと嫌なんだけど。普通に嫌でしょ。あ、でも魚2連ちゃん来たな。一旦割り込む。邪魔だな。もう1体が邪魔だな。かぶっちゃった、今すごい。あ、いい、やばいわ。落としちゃった。拾って拾って、早く早く早く。3秒ルール的な。いや、普通に嫌だろ。生物でさ、一旦落とすって何？いやー今これあれだな、エビ切りながらの方が良かったな。しまったな。でもさ、お皿をね、お皿をあれしないことにはもう運べないから。で、これもセッティングしていいね。で、エビ好きねー。さっきからずっとエビじゃん。これエビだよね。これエビじゃなかったらどうしよう。あ、よくエビじゃないですね、どうなったら。いや、もうそれはそれでいいんだけどさ、自分が食べるわけじゃないから。で、やって、うわ、出た。魚に戻った。やっぱり落としちゃう。ちょ、ごめんなさい。やばいわ。これって限定されないのかな？なんか間違ったやつを、まあもちろん運んだりとかしたら、線引かれちゃうんだろうけど、これって大丈夫なのかな？正直ちょっとアウトだけどな。いや、普通にアウトだよな。一旦落としたお刺身、どうしますってならないもんな。ああ、ああ、よかった。ぴったりだった。いいね。おお、なんかすぐ喜んでない。すぐ喜んでない。ああ、何何を喜んでもらえていいと思います。いや、まあ、いいと思いますもあれなんだけど、まあ、いい、いい、いい。よかったね。なんかこれ、モーションできるっぽいけど、わかんなかった。あの、エモートって書いてたけど、なんだったんだろう。全然わかんなかったんだけど。なんとかしたい気持ちはあったけど、どうしたら正解だったんだろう。まあ、とりあえず車乗って、次の街行って、街？国？何なんだろう。まあ、次のレシピ取りに行って、毎回レシピ違うのかな？その辺がよくわかんないんだよな。レシピが毎回違うのか、そういうシステムではないのか、どんな感じなんだろう。あ、お寿司になった。刺身、シャリ、海苔、あー。そういうことね。あ、え、順番決まってんの？とりあえず乗せればいいとかじゃなくて、サラダの時なんか、適当っていうか、その順番通りじゃなくて生きていけたと、え、なんかけど書いてる順番違くない？普通になんか、海苔からスタートじゃない？まあ、とりあえず魚はさばくよね。ご飯、何の鍋なんだろう。何用？
まあ、けどご飯いるから乗っける？皿に乗っけて？え、どうしたらいいんだろう？え、待って待って。いや、ご飯をなんかするのはわかるけど、説明なくね？え、海苔取る？海苔ね、一旦置く？どうする？戻していい？え、どういうこと？けどこれご飯、お皿を乗せれないもんな。あ、そういうことね。あ、そうか、ご飯の下になんか、お鍋のマークあるもんね。ご飯炊けってことか。あーで、納得した。あー、そういうことね。じゃあ、ご飯が炊けるまでに他の準備をしとけ、みたいなことなんだ。あー、よくできてんな。で、これをお皿に乗せて、だよね。あ、で、お鍋はお鍋で、また別、なんかすげえ、やばいよ、みたいなって。ないない。いや、説明がないんだよな。そうか、火にずっとかけてるから、ちょっとやべえってなってんのか。でも、とりあえずこれご飯と、お刺身と海苔いって、あ、完成。あ、これ大変だな。マジか。これ工程多くない？そういうことね。学んだ。でもこれそうそう、お鍋一回戻すのめんどくさいな。でもこれ一回戻したらお鍋開くから、ご飯も炊きたいよな。で、海苔乗せて、持って、ちょ、通行に邪魔だな。どこで料理してるんだ。すごくない？他の料理する場所絶対あっただろう。ねえ、まあけどこれ何が楽かって言ったらメニューは全く一緒だから、とりあえず工程さえ踏んどけば、なんとか、ちょっとあの、すいません。通行に劇的に邪魔だな。一旦寄ってもらえます？一旦寄ってもらえます？まあ、あれだけど。やばい、ちょっと今、魚切ってるつもりだった。切ってる間に、もう一人で、やばい、ご飯が炊けてるけど、ちょっと待てよ。どうしよう。何が正解なんだろう。ちょっと待って、忙しい。やばい。お皿なくね？お皿は、ね、どこ？え、ちょっと待って、わかんない。ちょ、どうする？一旦、まあ、一旦魚切るわ。あ、切れてなかった。ちょっと待って、テンパる。もう口が回んないよ。シンプルにテンパってるよ。ちょっと待って。むずくない？どういうこと？まあ、一応乗せて、で、海苔乗せて、で、これは持ってって、お皿がな、ないんだよな。もうここでラストじゃない？もう一応戻して、お魚終わってるから海苔セッティングして、OK。わかった。これね、お湯をやらないとダメなのか。そうか。え、めんどくさ。めんどくさもあれだけど、マジか。そうか、その辺もやらないとダメなのか。ちょっと、めんどくさいね。やばい、これ二人で絶対足んないって。なんでこれ人いないの、こんなに。ぜひとも雇ってほしいんだけど、ちょ、結構厳しいよ、これ。いや、まあ、やっていけないことはないかもしんないけどさ。なんて、容量劇的に悪いよね。あとなんか、お客さんめちゃめちゃ待ってるんじゃない？わかんないけど。大丈夫か？あと、このなんか、歩いてる人たちなんでこの料理作ってるとこ歩いてるんだろう。これ、どういう状況なんだろう。あと、このなんか、お鍋の向こう側さ、見てる人って何なんだろう。あの人たちが注文頼んだ人なのかな。おめ、遅えな。まだか？みたいなことなのかな。あんまよくわかんないんだけど、そこの辺のなんか細かいルールというか、あれが。どういうこと？ちょ、一旦どいて。ちょ、すいません。一旦どいて。あ、違う、やべ、間違えた。ご飯炊こうと思ったんだ。あ、終わっちゃった。まあ、でも、こんな感じで、どんどん頑張ってレシピを覚えていきましょう。次、何なんだろう。あ、なんか新しいシェフ出た。誰？結局誰なんだろう。いや、まあいいや。一旦ここ終わろう。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方もお願いします。またねー。